いらっしゃいませ。山月移住者の日記のもじまるです。今日は、はいはい、雪山で使う登山靴の選び方についてお話ししていきたいと思います。はい、そうですよね。そうですよ、そうですよね。まあね、雪山にね、行こうってなると、やっぱりそれ専用の靴っていうのがあった方がいいんですよね。うん、はい。で、それはなんでなのかっていうところを今日はお話ししていただきたいなと思っております。うん、では、早速今日の目次を発表したいと思います。はい、はい、はいはい。まずですね、うん、その雪山の、トンって言ったよ。雪山の、うん、まあ冬靴ですね、はいはい。冬用の登山靴っていうのは、うんうんうん、どんな時にそもそも必要なのか、ね、っていうことをまず話します。うん、はいはい。で、次に、うん、冬用の登山靴の特徴をお話しします。はい。で、最後に、冬用の登山靴の選び方、ポイントをね、ギュギュギュッと詰め込んでお話ししていきたいと思います。はい。登山店員だったんですよ、僕たちはね。その時にね、やっぱり冬靴っていうのはね、うん、お客様かなり苦手意識が強かったんですよね。そうですね。まあやっぱり今まで触れてきたものとは全く違う世界の話になるので、うん、まあそこをね、こう今日はかいつまんでですね、はい、必要な部分だけコンパクトにまとめて説明していただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、はい、まず、冬用の登山靴がですね、うん、どういう時に必要なのかっていうのをお話ししていただきたいなと思います。うん、はい。雪ですね。まあそうだね。ポイントは雪なんですよ。はいはいはい、はい。まあ雪が降るというのはどういう場面かっていうと、うんはい、非常に寒いんですよ。そうね。なので夏も使える靴と、うんうん、冬も使える靴っていうのはもちろん寒さにどう対応できるかっていうのが全然変わってきます。はい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 、なるほどね。で、うん、もう一つは雪があるということは、はいはい、アイゼンという、うん、あの刃ですね。スパイクだね。そうですね。靴の裏につけるスパイクを使う必要があるので、はい、そのスパイクをつけられるというのが冬用の登山靴です。はい。なのでポイントは雪。まあね、そのアイゼンがつけれるってことなんですけれども、はい、アイゼンっていうのはこういうしっかりとしたですね、前爪がついているようなこういったアイゼンでってことだよね。そうですね。10本爪とか12本爪という感じでよく言われるんですけども、はい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 、そういったまあ爪が本数が多く、うん、大きな爪がついているアイゼンのことを今回は言っております。申し訳ございませんでした。はい。冬のね、登山靴の話をしようって言ってるのに、うんはい、冬用の登山靴を全く用意してなかったんで、今急いで持ってきました。ああ、そうですね。はい、こっからがね、本番なんですけれども、うん、じゃあですね、冬用の登山靴の特徴をね、うんはい、知りたいわけなんですよ。はい。教えていただけますかね。教えます。はい、お願いします。はい、まず、はい、先ほど言ったようにね、寒い時に使う靴なのでほうほう実は、うん、この冬用の登山靴だけは、はいはいはいうん、保温材っていうのが入ってるんですよ。なるほどね。これ中にねそうですあの、うん、よくスノーブーツっていうので中にねモコモコってしたやつあるじゃないですか。ボアブーツみたいですね。そうそうそう、まあ、そんなイメージでね、はいはい、中が履くと暖かい保温性があるよっていうことですね。はははは発熱するとかじゃないですけど、うんはいはいはい、保温性があるよっていうことですね、うんうん、で次に雪の中にね足をズボズボズボっと入れていったりとか、はいうん、時にはアイゼンをつけながら蹴り込む動作っていうのがあるんですね。あー確かにねこう例えば斜面に対して、はい、さっきのねこのアイゼンで爪をつけて、うん、ガッて蹴り込んでね、うん、刺すんだよね。そうなんですよ、うん、そんな動作もあるとはい、はい、なので、うん、そういう時にやっぱり生地が柔らかい生地だと、うん、すぐにねほつれてきたりとか破れたりとかそういうのが起こるので、はいはいはい、そういった場面にも耐えられるような、うん、強い生地を使っています。なるほどね、はい、破れたが擦れに強いと。はい、はい、でさらに、はい、このアイゼンのベルトっていうのは結構、うん、がっちり締めないといけないんですよ。そうだよねだって外れたら大変だもんね。そうなんですよ、うん、なので、うん、ここの生地っていうのはある程度固く、うん、その締めたベルトが足にあまり干渉しないように
ある程度ね硬くなってます。なるほど、やっぱりね柔らかいとね、その分バンドのなんかこの締め付け具合がね、うん、あの足をこう圧迫して痛いとかねなったりとかしたらまた血流が悪くなるかもしれない。そうなんですよね、はい、そんなことはないですよと。はい、確かにカチカチですもう手怪我そうなった今なるほどね、気をつけてください。はい、特に足首周りはいはいはいとこの足の裏、はい、靴底の部分ですね、うん、が非常に硬くなっています、うん、というのもアイゼンをつけるときに、うん、ここが硬くないと、うんうん、歯がしっかりね刺さらないとか、うんうんうん、歯と靴の間に変な隙間ができてしまうとか。あーなるほどね、そういうことが起こるんですよ。まあ、アイゼン自体はそんなに曲がらないのに靴がぐにゃぐにゃだと間にね隙間ができちゃうもんね。そうなんですよ。確かにこれねこうやって置いてみて上からねグーって体重かけてもここ全く曲がんないですよ本当にそうですよ。これはあの僕が悲劇とかじゃなくて、うん、本当に曲がんないんですよね。そうなんです。あとね、このかかととつま先の部分になんか鉄板みたいなのが入ってて、うんうんうん、めっちゃくちゃ硬いです。そうですね、これ釘打てるんちゃうかな、うん、それぐらい硬いんですよ、本当に。はい、そして最後にですね、はいはい、これは、うん、あの冬靴全部共通の特徴というよりは、はい、冬靴にはこういうのもあるんですよっていうぐらい気に留めといてくれたらいいんですけども、はいはいはい、あの小刃っていうね、うんうん、アイゼン、先ほどのアイゼンが、うん、の装着方法で、うん、ワンタッチとかセミワンタッチって言われる装着方法があるんですけども、はい、うんうん、それらを装着するためには、うん、小刃っていうのが必ず必要になりまして、はい、それがついているっていうのが冬用の登山靴の特徴の一つでもあります、はい、ちなみに小刃っていうのはこの靴でいうとこの部分だよね。はい、このね、溝みたいな部分でね、うん、小刃ってことこういう感じですね。そうだね、はい、ではですね、はい、いよいよ選び方についてお話ししていきたいんですけれども、うん、このね、選び方っていうのがね、一歩間違うとですね大損こいちゃうので。そうですね、ここだけはしっかりお伝えさせていただきたいなと思います。もちろんね、さっきまでも大事なんだけども、はい、さらにってことなんですよねそうですね、はい、では早速いきたいと思います。まずですね、はい、初っ端に一番大事なことをお伝えするとですね、うん、冬用の登山靴っていうのはですね、うん、他の靴、例えば夏靴って言われるような、うん、春夏秋用の靴と違ってですね、はい、少しサイズアップで購入するっていうのをお勧めします。うーん、でこれは実は私も、私とか言ってもらった、これね僕もねやってることなんですけれども、うん、僕ね足ちっちゃいんですよ。足の実寸がね、恥ずかしいんですけど25しかないんですよね。いやいや恥ずかしくないよ、恥ずかしくないよね、堂々とせえ。はい、3シーズン用、春夏秋用の靴っていうのは、うん、25.5 の靴を履いてるんですよ、うんうんうん、でこの冬用の靴っていうのはですね26を履いてるんですね。でこれ夏用の靴と同じサイズにして冬用の靴を試着した時にですね、はい、一見サイズあれぴったりかなって思ったんですよ。一見ね、一見ね、ただ30分ぐらい履いてたんですよね、うん、そしたらちょっと違和感感じてきたんですよ。あ、これ何が起きたかっていうと足がむくんできたんですよね。ありますよね、足むくむとね、うん、で冬山に行くとですね寒いんですよ、うん、さっき言ったみたいに雪にズボッと入ったりして、うんうん、常に冷えてるわけなんですよね。そしたらやっぱ足はむくみやすくなるっていうのと、はい、あとはねソックスですね。冬用の登山ソックスっていうのはウールとかのね分厚いの履いたりするんですけど、そうなんです、そうなんですよね。それって3シーズン用のソックスよりも分厚いんですよ、もちろん。本当にあのよくあるルームソックスみたいな、もうボフボフのやつあるじゃないですか。そう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 、あんな感じの靴下なんですよね。おばあちゃんが手編みしたみたいなね本当に、いやちょっとおばあちゃんの手編みそんな分厚いか知らんけどももらったことないんでまあでもねそんな感じのイメージなんですよ、うん、なのでやっぱりね3シーズン用の靴よりもサイズちょっと気持ち大きめがいいのかなと思います。はい、あとさっきちょろっと言ったんですけども、やっぱり、ね、足むくんでくるかもしれないんで30分ぐらいはちょっとお店で履かしてもらえるんだったら履いといた方がいいと思います。そうですね、うん、これパッとね履いて決めちゃってたら僕多分 25.5 買っててそれ山に持って行ってたら多分足痛くなって
うわサイズアップすればよかったってね後悔してたなと思うので、うん、皆さんも参考にしていただければいいなと思います。で冬用の靴は幅もね結構大事です。そうなんですよ、結構メーカーによってこの細さとかね、うん、どこに膨らみを持ってるかとか違ってくるんですよね。そうなんですよ。で特にですね冬山っていうのは、うん、例えば雪の斜面が出てくるじゃないですか前にね、はい、そこを直通って言ってまっすぐ登ることももちろんできるんです。夏山みたいに道が決まってるわけじゃなくて、そうだね、ドカッて山に雪がついてるんで、うん、ある程度直通することとかもできるんですよ実は、うんうんうん、ただそうすると負荷がかかっちゃうんで体に。そうだね、やっぱりこうやってねトラバースって言ってこうやって山をね巻き道して歩いていくこと、蛇行しながら歩いていくことが多いんですけど、うん、その蛇行するときはですねどうしても斜面に対して足がこういう風になるんですよね靴が、うん、横向きにね、そう横向きになるので、うん、あまりね横幅がぴったりすぎる靴履いていると、うん、この足がですね中でこっちにつって小指のあたりね、こっちで言うと小指のあたりがここに干渉してすごい痛くなっちゃうんですよ。でこれなると冬山めっちゃきついんですよ本当に。なので幅っていうのもやっぱりその30分ぐらい履く中でしっかりとね見ておいた方がいいですし、はい、もしお店にですねテストトレイルとか言って、なんかこう、うん、山のね、斜面をこう模したみたいな。そう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 、坂道みたいなあるやん。うん。あれがあったら、ぜひですね、横向きに登って横向きに降りるっていうね、こういう動きを何回も試してほしいんですよ。うん。で、これやると、横にずるかどうかっていうの見えます。ただね、はい。これちょっと何個も言ってあれなんですけど、あの、冬用の靴っていうのは、うん、このね、底の部分、つるつるなんですよ。あの、ほとんどグリップ効かないと思ってください。ああ、そうですね。もう、このグリップで歩くことっていうのはあんまりないもんね。うん、そう、基本この靴を履くときっていうのは、アイゼンを履くっていうことが想定されているので、ここの滑りにくさとかいうよりは、もう硬さに振り切っちゃってるみたいなイメージなんですよ。うん。なので、これでね、そのテストトレイルを歩くと、まあ、いつもの靴よりも若干滑るっていうのを念頭に置きながらやらないと、あの、ズルーって滑って、あの、お店の中で滑落しましたんで、ね。危なそう、なっちゃうので、そこ注意です。そうですね。ただ、試した方が幅はわかるんで、うん、いいですよってことなんですよ。で、お客様からよく言われたお悩みで、はい、これもね、結構冬靴で多かったんで、それもね、うん、ちょっとシェアしたいなと思うんですけども。お願いします。このね、足首周りなんですよ。さっきね、まるちゃんも言ってくれたみたいに、ここ実はめちゃくちゃ硬いんですね。そうですね。よくね、3シーズン用の靴でも、ハイカット履いてますよっていう方、うん、あの、足首のところ靴ずれしましたみたいな人も結構いたんですよね。いると思うんですよ。そうそうそう。それっていうのはやっぱりここのフィット感が、うん、その方にはあまり合ってなかったとかね、うんうんうん、そういうことが原因の一つでもあるので、やっぱりねそれもしっかり出た方がいいかなと思います。特に冬靴硬いので、うん、あと一つですね、はい、冬用の登山靴の選び方のポイントとしてはですね、うん、はいはいはい、アイゼンとの相性、うんうん、相性ねっていうのがね結構難しいんですよ。これが難しいんですよね。というのも、うん、アイゼンを作ってるメーカーさんと、うん、はい、靴を作ってるメーカーさんっていうのが、うん、バラバラなことっていうのが多いんですよ。そうね。なので、うん、同じメーカーで作ってれば、うん、その靴に絶対合うように確認して作ってるので、はい、サイズとかをね変えれば絶対合うんですよ、うんうんうん、なんですけどメーカーが違うので、うん、合ってると思っても合ってるかどうかちょっと分かりにくかったりとか、まあそうだね、例えばアイゼンの、メーカーが26センチの冬用の靴って合いますよって例えば言ってたとするじゃないですか、うん、でもそれじゃあどのメーカーの冬用の登山靴に合うのかっていうとそうじゃないってことだよね。そうです。それは例えば幅の違いであったりとか、うん、このね結構あるのがねかかとの細さなんですよ。そうですね、うん、この細さが違ったりとか、うん、アイゼンによってはこうなんか右にくにゃって曲がってるとかね、うんうんうん、左右でこうあるとかなんかそんなもあったりして結構ねややこしいんですよ。そうなんです、うん、なのでだいたい皆さん、はい、足に合う靴っていうのを一番最初に探されると思うんですよ、うん、そうだね。なので、うん、靴を先に探すっていうのはバッチリなんですけども、うん、はいはい、靴を探したら、うん、その靴を持ってお店に行っていただいて、うん、でそこで、ま、
自分でねつけたことあるよって人は、うん、多少はね判断つくかもしれないんですけども、はいはい、ちょっとでも迷ったらこの隙間いいのかなとか、うん、ここのちょっと動いちゃう感じいいのかなとか、ちょっとでも迷ったら、うん、必ず店員さんに確認して、うん、そこは微調整ができるのかとか、はい、その隙間は問題ない隙間なのかとかを確認してください、うんうん、そうね。で初めて買う人はほうもう最初から、うん、アイゼンを選ぶのをサイズのチェックとか調整方法とかから一からあの店員さんにもう寄り添ってね教えてもらって、聞いてな、そう寄り添って教えてもらってどうですかってね、もう近っ、ソーシャルディスタンスやから今はもういやでももうマスクしてねこうですかってやらないと本当に命にね関わりますので、そうなんよね、うん、ここは本当に一番大事な部分なんで、そうなん、一番大事で一番ややこしい部分なので、うん、そうだね、この相性っていうのは、うん、ネットとかでね、うん、この靴にこれあったよとかさ結構あるんですけども、うん、モデルが違う年代が違うとそれだけでも全然変わってくるので、うん、必ずお店でチェックしてもらってください。はい、今の話ね、うん、あのじゃあ実際にどういう風にね、はい、アイゼンと冬用の靴を買えばいいのかってことなんですけども、うん、まあコツとしてはですね、うん、その一つのお店で、うん、冬靴とアイゼンを取り扱っているそういうところを選んで買うっていうのが一番なんですよね。そうですね、まあ、冬靴しか置いてませんとか、うん、アイゼンしか置いてませんってなるとその互換性っていうのが自分で選ばなきゃいけなかったりとか、そうですね、その合うやつ何なのって言って探し回らなきゃいけないんで、うん、これが結構ね大変なんですよ。そうですね、あのまあ言ったらシンデレラを探すね王子様みたいなもんですよこの靴誰に合うのみたいな、だから、ね、そうもうねそこにねシンデレラと靴がある方がやっぱ楽なんですよ王子様見つけやすいっていうね。そうやな、まあそういうことです、すいません。であと最後にですね、はい、うん、この保温材なんですけども、はいはいはい、保温材の温かさとか、うん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 、厚みみたいなものっていうのは、はいはい、もうメーカーによって違うんですよ。そうだね。で、一つのメーカーの中でも、うん、何個か冬用の登山靴の種類出してたりすると、はい、これがもう一番分厚い、うん、一番あったかいです。これはそのちょっと下なんですとかいう感じで、ほうほうほう、レベルが違ったりするんですよ、あったかさの。まあね。で、その寒いっていう感覚とか、うん、特に足が冷えやすいとかって感覚っていうのも人によって全然感じ方が違うので、そう、ね、一概には言えないんですけども、うん、まあ、あったかいに越したことはない、それはそうやねっていうところと、うん、あとは今あの靴の暖かさももちろんなんですけど、はいはい、インソールでちょっと断熱性のあるものっていうのが出てたりとか、はいはいはい、あとは靴下とかね、うん、足裏と甲に貼るカイロなんかが出てますけども、はい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 、ああいうのでサイズに干渉しないとか、うんうんうん、締めた時に干渉しないようなものであれば、うん、そういうのも併用して使えますので、そうだね、そういうのもちょっと頭に置いておくといいかなと思います。うん、やっぱりね、あの保温材が増えるとね、うん、その分やっぱり重たくなるんですよ靴は。そうですね、そうで、あんまりねそんなガチガチのあの冬山に行かないよっていうね、うんうんうん、もうちょっと低山で雪楽しみたいよっていう時に、うん、そんなねもうめちゃめちゃ保温材入って重たい靴履いてらんないよって、うん、僕はなったんですよ。そうですね、なのでこういうまあ普通のね、まあ、保温材入ってますけど、はい、そんな本格的な保温材入ってませんよっていうシリーズを買って、うん、で本格的な山に行く時は、うん、今言ってくれたみたいにカイロ入れたりとか、うん、断熱インソール入れたりとか、そういう風に対応してます、はい、ということで、はい、本日は冬用の登山靴の選び方、はい、ポイントなどについてお話しさせていただきました、はい、今日の動画を見て、はい、あったかい靴って本当いいよねって思ってくれた方はグッドボタン、今後も私たちの動画を応援してくださる方はチャンネル登録お願いします。バイバーイ。